入浴施設なんですけれども定休日でした。残念。おはようございます。麻生大会会場部の保存です。今日は静岡県の車中泊スポット遠州森 RV パークさんの紹介になります。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますのでチャンネル登録お願いします。昨晩はこちらの遠州森 RV パークさんで一泊させていただきました。実際に使用してみて分かった点3点紹介させていただきますので最後までどうぞご覧ください。あ、ここかな。ここだな、多分。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。お世話になります。アスファルトのサイトが多い RV パークですがこちらは手入れされた芝生が綺麗なサイトです。テント泊はできませんがキャンプ場のようにゆっくりしたい RV パークです。電源はこちらからも取れるみたいですが電源いただいてます。サイドウォーニングも他のサイトに迷惑がかからなければ使用可能。テーブルや椅子を出すことも可能です。直火はできませんが焚き火台を使用すれば焚き火も可能です。ただしとてもいい芝引いてありますので焚き火シートなど使用して芝を守るようにしてください。失礼します。こちらの建物コンロなど火器は使用できませんが水道流しは使用可能ですのでこちらで洗い物をすることができます。奥にトイレとお風呂がありますが外から回ります。トイレはこちら。男性用の便器と洋式のシャワー付きトイレがあります。おお、お風呂こちらですね。すごい。おお、お風呂の予約しとけばよかったかな。今1番のサイトを利用させていただいてますが横が2番3番4番5番のサイトそして6番7番8番9番10番のサイト、サイトが10区画あります。遠州森 RV パークさんですが、詳細は動画下の説明欄にリンクを貼っておきますので、詳細はそちらのサイトをご覧いただければと思いますが、春の川音の里キャンプ場とは場所や予約の電話番号が異なりますのでご注意ください。こちらの遠州森 RV パークさんは、新東名高速森掛川インターから車で5分の位置になります。1泊1台3000円で電源付きになります。こちらでお風呂も使用可能ですが予約が必要なようですので近くの入浴施設に行ってきたいと思います。案内を終了します。運転お疲れ様でした。
入浴施設なんですけれども、今日は5月1日定休日でした。残念。 RV パーク近くの入浴施設森の湯なんですけれども、休館日が毎週月曜日、木曜日、年末年始ということで、今日5月1日の月曜日は休館日のようです。残念ながらお風呂入れないので、スーパーで買い物してまた RV パークに戻りたいと思います。こちらにティアゴっていうスーパーがあります。買い物してから RV パークに戻りたいと思います。はい、スーパーマーケットのピアゴさんで買い物してきました。食材だけでなくキャンプ用品なども売ってましたので、こちらでバーベキューコンロであるとか炭なども購入可能です。ただし歩道の上にある屋根が 2.1 メートルとなっておりますので、キャンピングカーの方はご注意ください。それでは RV パークの方に戻ります。DIY で追加したコンセントです。浜太郎さんで購入したニンニク入りの赤餃子です。冷凍になってます。ご飯を炊こうと思ってたのですが、スーパーでご飯売ってたので買ってきました。餃子焼いていきます。次に油を風が強いですね。焼酎の容器に見えるかもしれませんが、入れてるのは水です。蒸し焼きにしていきます。タレは別に買わなくてもついてました。スーパーでオリジナルのビールがあったので買ってみました。こっちは糖質 70% オフのようです。いただきます。それではいただきたいと思います。いい感じに焼けてます。あ、はい、うん、うん、中に起きてみました。 RV サイト内には街灯がないんですけれども、建物の方にライトがあります。なのでトイレまでは暗くありません。こちらのスイッチで上の電気がつきます。トイレの方はここに電灯のスイッチがありますので、こちらの電灯のスイッチをつけていただくとライトがつきます。使用後は電灯を消しておいてください。
ちも。洗い場の方にも行ってみます。こちらは外側にライトないですけれども、中にセンサーライトがありますので、中に入ってしまえば暗くはありません。サイト内に街灯がなかったおかげで、この日は北斗七星が綺麗に見えました。それから横の道路ですけれども、夜は車の通りがほとんどなく、静かに寝ることができました。おはようございます。昨晩はこちらの遠州森 RV パークさんに一泊させていただきました。こちらの RV パークは芝の綺麗な RV パークになっております。オフ会などで貸し切りも可能だそうです。後でお話を聞いたところ、オフ会の時奥に10台は入るそうです。サイトは10サイトありますが、昨日5月1日はゴールデンウィークでしたが、利用者は私一人で、ご覧の通り貸し切り状態でした。こちらの遠州森 RV パークさんはまだ車旅クラブの方には登録されてないそうで、車旅クラブのサイトではまだこちらの遠州森 RV パークさんは紹介されておりません。ですので超穴場な RV パークになります。車旅クラブの方に登録されると多分予約が取りにくくなるかと思います。今のうちにご利用ご検討ください。まだオープンされていませんが、奥にはドッグランの整備も進められてそうなので、ワンちゃんと一緒に利用されるのもいいかと思います。こちらの周知郡森町は、今の5月は新茶、夏はトウモロコシ、秋は甘柿の王様と呼ばれている次郎柿の原産がここ森町だそうです。この動画をアップした時にトウモロコシの季節になっているかどうかは分かりませんが、こちらの遠州森 RV パークさんに来る途中でもトウモロコシの直売所が何箇所かございましたが、まだトウモロコシは並んでおりませんでした。これからの季節、トウモロコシのカンカン娘はメロンに匹敵する甘さということで、生でも食べられるそうですが、もちろん加熱すればさらに甘くなりますので、ぜひ取り立てをいただきたいです。今回も実際に使用してみて分かった点3点紹介させていただきます。利用してみて分かった点、1点目はこちらの入り口ですが、動画をご覧になられたら分かったと思いますが、こちら入り口に看板がございません。日本 RV 協会に登録されたら看板を設置されそうですが、現状では看板がありません。分かりにくいので事前にご確認お願いします。ゴルフ場の看板が見えたら行き過ぎです。2点目、ゴミについてですが、ホームページに記載はございませんが、ゴミはお持ち帰りお願いいたします。こちらの地域では指定のゴミ袋を利用して捨てる必要がございますので、ゴミは必ず持ち帰りお願いいたします。3点目、ホームページには入浴施設アイトだけ記載がありましたが、こちらの小さいお風呂の方、2名様まで40分1000円、追加1名につき200円になります。こちらの大きいお風呂の方は4名様まで40分2000円、同じく追加1名につき200円になります。ただし予約制になっておりますので、利用されたい方は事前にご予約お願いいたします。はい、今回は静岡県の車中泊スポット遠州森 RV パークさんの紹介させていただきました。近くには奥国神社という大黒様の神社や海鮮亭というお食事どころもありますので、ぜひこちらの遠州森 RV パークさんの利用してみてください。今回は遠州森 RV パークさんの紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは奥国神社の方に参拝しに行きたいと思います。旅の様子もアップ予定です。